はい、どうもお疲れ様です。書道の筆、使っていると根元が膨らんで使いにくくなってきた。また筆の根元の墨が固まってきた。筆の毛がピョーンと1、2本飛び出してくるようになった。筆あるあるですよね。前回、小筆の糊固めをやった時に、これって小筆でできるってことは中筆でもできるんじゃない?と思って、やった。うん。で、わかんないけど、できた。早速もうビフォーアフターをお見せしちゃうとこんな感じ。ね。根元にこう墨が固まってもう使いにくい筆がこんな風に新品同様に綺麗に復活をしましたので、そちらの方法を今回ご紹介していきたいと思います。はい、こちらがですね、ちょっとこう墨が固まってしまって、もう筆がこうガッチガチになってしまった。こんな状態ですね。こちらを手順としては今からこの墨を完全に落として、そしてその後に糊固めをしていくという流れになります。はい、まずは工程の1つ目、まずこの筆のここですね、固まってしまった墨を落としていきます。必要なものはこの汚れた筆、そしてぬるま湯、そして根気、この3つですね。はい、まずはこのぬるま湯につけていきます。これはあんまり熱いお湯だと筆が傷むので、こんな風にまず優しく落としていきます。まだ全然ガッチガチですね。でこの後はこの筆グリグリですね、根元グリグリやってます。まずこう洗っていってもこの穂先は墨落ちるんですけど、やっぱこの根元なんですよね。でここをグリグリやっていくわけですが、このやり方は他の動画でも紹介していますが、ちょっと簡単におさらいをしていきます。この根元に溜まった筆、根元に溜まった墨はこう筆をグリグリしながら流すことで簡単に落ちます。ちょっとやってみますね。こんな見てください、ほら墨見えるかな。ほら、うわ、はい、見えますか。ほら、この時無理やり、この時無理やりこうグッてやるんではなくて、優しくこうちょっと押しながらグリグリですね。このグリグリ、だいたい5分ぐらいグリグリを続けました。まあ5グリグリですね。だいぶほらいい感じに落ちてきました。さらに根元に溜まったこの墨をまだね残ってるんで、これをさらにしつこく落としていきます。この完全に根元にある墨をどれだけ落とせるかがポイントになりますので、丁寧に丁寧にしつこくやっていきたいと思います。で一つこの全部墨が、根元の墨が落ちたかなという目安は、こう下に置いた時にほら、まだ出ますよね。ここに今見えましたか。これはまだ根元に墨が残っているんですよね。で、これが出なくなるまで、さらにしつこくグリグリやっていきます。はい、10分ほどしつこく、墨を落とした結果、こんな感じでもう出なくなりました。ね、ここまで来たら、あとは、OK です。この余分な、水気をこうやって切りまして、形をこう整えていくんですね。こんな感じで。あんま強くないので優しくね、こう整えてあげる。こんな感じで、だいぶいい形になってきましたね。で、これを、かき損じで、しっかりと水分を、こう、水気を切ってあげます。優しく。で、さらにもう一度、ここで、こんな風に。形を整えてあげると。そしてあとはこれを乾燥させて糊固めをしていくということになります。はい、ただいま。こんな感じで綺麗に墨を落とし切りまして、あとはこれをいつものように吊るして1日かけて乾かしていきます。ここまでが第一工程ですね。はい、というわけで、昨日根元までしっかり洗って、まあ、乾かした筆がこちらになります。だいぶいい感じにちょっと毛先が開いちゃってますけれども、まあ、しっかり落ちたかなと思います。こんな感じでだいぶ綺麗になってますね。
第二工程として、こちらのしっかり根元まで洗った筆をこのぬるま湯と糊で割った液体につけて、そして固めていって糊固めをするという作業になります。そちらの方をこれからやってみたいと思います。でまずこの糊固めをするのに必要なものがこちらの不液糊、100均とかに売ってます。で、あとはぬるま湯で固めるときにこう絞り取る糸ですね。筆をこう、糊をつけた後にこうやってキューッとこうね、ね。で、大体7対3というふうに僕はやってるんですけれども、まあそれがちょっと濃いというご意見もあって、まあ6対4ぐらいでもいいのかなと思います。で、こちら混ぜ混ぜして、しっかり根元までまずつけてみたいと思います。玉玉にならないようしっかり洗って潰しながら少しトロッとしてきたなっていう感じの目安かな、ね。はい。で、糊がこんな風にできましたので、筆をこんな風に突っ込みまして、で、しっかりとね、糊を含ませてあげます。で、この時に、糊のこう、根元にちゃんと入っていかないと、しっかり固まらないので、結構ね、ぐーっとこう根元まで入れてあげて、こう、染み込ませるイメージですかね。こんな感じでやっていきます。で、つきましたら、この余分な、糊を少し落としまして、で、ちょっとね、見てわかると思うんですけれども、ちょっと糊濁ってるでしょ？これがね、まだ、炭の落としが、まあ、甘いんですよ。僕もね、結構これは、まあ、誤算であったんですけども、まあ、許容範囲かなっていうところなんですけど、本当はね、ここで全くもう糊が出ない、糊じゃない、いや、炭が出ない、綺麗にね、出ないような状態が望ましいんですが、はい。そしてこんな風に、糸をですね、向こう側に巻きつけて、そして筆、からこの糊を絞り取っていくんですけれども、こちらのやり方もですね、前回、小筆の糊固めの動画に詳しく載ってますので、そちらを参考にしてみてください。ポイントとしては、このね、筆と、この糸のね、なんだろう、糸を平行にしながら、ぐるぐる回して引っ張っていくんですよ。で、力をね、今左手で糸引っ張ってるんですけども、これを力を入れすぎると、綺麗に、あ、ちょっとミスってるな、あら、あら、すごい、1回目ね、これ難しいですよ。慣れるまでは結構難しいですけれども、何回かやってるうちにだんだん慣れていくと思います。で、こんな風に、平行にしていって、微妙な力加減でくるくる回しながら、筆を引っ張っていくというイメージで、これを何回かね、繰り返していきます。小筆の方がやっぱり当然やりやすいですね。中筆は結構難しかったです。こんな感じで続けていきます。はい、そして、これ何回やったかな ?3、4回、もしかしたらもっとやったかもしれない。4回、5回ぐらいやりまして、こんな風にしっかり余分な糊が落ちまして、いい感じですね。筆の膨らみもなく、筆の穂先、根元まで全体的にね、綺麗に糊が入ったかと思います。こちらをね、乾燥させて1日待ってみたいと思います。はい、そして1日経った筆がこんな感じでございます。どうですか、ほら。新品同様でしょ?ね。だいたい1日でしっかり乾くと思いますので、こんな風にね、穂先をちゃんと下にして乾かしてあげます。で、使う時にはこれをまたさばいて使用するということになります。はい、というわけで今回は中筆ですね。この筆に墨が溜まったりですね、毛がピョンピョンって出てきたり、まあそういった使いにくい筆、長く使ってる筆、これはもう買うと高いじゃないですか。まあそれなんとか直してみようということで、前回ね、紹介しました小筆の糊固めの方法に習って、まあ中筆も同じように糊固めをしてみました。まあ結果としては見事復活をしまして、まあその後、本当にね、使いやすくなった筆で練習ができております。ただですね、この糊で固めるときに、この糊の濃度が硬すぎると、筆がガチガチになってしまう恐れがありますので、やっぱり自分でこう見極めながら、まあ、程よい、このいい割合ですね。それを、まあ、僕はね、6対4ぐらいかな。あんまりこう硬すぎると固まってしまうので、まあ、そのぐらいの割合で、上手に固めていくことをお勧めします。また、この糊固め、結構ね、コツがいりますので、まあ、それが慣れるまでは、やっぱりこう、あまり普段使わない、保険的な筆で、試してみることをお勧めいたします。今後もこのチャンネルでは、書道素人が継続練習でどのぐらい成長できたか、また、習字書道に役立つ動画など、実際にやってみたなど、いろんな動画をこれからまた出していきたいと思いますので、もし気になる方、またこの動画が役に立ったと思った方は、チャンネル登録の方、ぜひぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、お疲れ様でした。はい、10分ほどしつこく、炭を落とした結果、こんな感じで、もう出なくなりました。
ね、腰